ですこの1分間4択、この農家との編集でしてますけど、イスラエル選挙ですね、主に常年司さんのニュースのチャンネル等をまた配置をして考察してますけど、今度、このガザの病院の最初のロイターですね、イスラエルの空爆という意味でアざンとしましたけど、実際違いますね、駐車場にその、まあ、はっきりは断定してませんけど、イスラム聖戦の、まあ、この、 誤射じゃないけど、ちょっと不,不良の、うん、この砲弾が落ちたっていうことで、えー、まあ駐車場に避難民と言いましたけど、その数もですね、えーうん、その、パレスチナの最初の保健省が500名、ちょっとそれもなんか、えーえー、結構、色をつけた、盛り合わせた感じですね。実際そういう、この、ハマスが実行している、この、この、うん、煽ってますね。そういうことで、えー、実際そういう、 いろいろなあその客観的なまたいろいろなそのお信徒の,その、えー、情報からあ、えー、怪しくなってきますね。そういうまた日本の報道もこのおコロナ、またそのお、えー、民衆の不満を,そをお外に向けてますね。自分たちのパルスナ、それぞれのまたあトルコのそ,そういう。この ナトのアメリカ基地を襲撃したとかそういう、えー、自分たちのなな国内問題を外に向けて、えー、イスラエルが悪いということ一方的に悪いということで、まあ、最初にこの今度の件はあハマスがあこのおこの、うん、陸空海からあ襲撃して、えー、音楽フェスタの方々やその老人やあ そういう子どもたち、まだ200個ぐめと言われて、人をじ識してますね。これ完全にテロですね。NHK もそういうテロ、ハマスですね。ハマこの貧民、えー、層には手厚くそカタールから大きなお,お,お金が流れてきたということで、でも実際はその、おお表はそういう事前に装って、えー、本当に、えー、テロ組織、うまいように報道するね、テロ、武装改造するべきですね。そういうい、えー 以前本当に、えー、まあ、オスロ合意がなんとか、えー、TBS ではそういうアメリカ寄りとか言っていましたけど、その、えー、以前、その、ハマスはひどいですね、その、おー以前、PLO、えー、ですね、もともとガザあ、ヨルダンが来たパルファと があえーまあ、だいぶ支配してましたけどそのまあ選挙で一回選挙勝ったっていうことでその後ハマスが実際実力で暴力でまた武力でこの支配してますね非常事態をして、えー、もうひどい本当に原理主義もういけないですね本当に、えー、まあヨルダン西岸にはその穏健、えー、派というか圧迫議長がいますけど、えー、これはもう アッパスケーションもハマスはパレスナの代表ではないということを言ってますね。えーまあ、このハマスも、うん、今年の7月にあったその反、うん、ハマスでも、うん、この暴力弾圧していますね。仲間で弾圧していますね。このハマス、まあ、いろいろイスラム戦線とかありますけど、えー、このハマス、えー、武装解除してトンネルとかいって、えー、この まあこの、まあ、実際私の個人的な考えですけど、えー、まあパレスチナ国家をまあこの,おこの国として認めてそういう暴力過激なのまあ共存ですね、えー、そういう闘争じゃなくて、えー、逆に、えー、ハマスがあこのそういう思想を解除して、えー、武器をするするるを武器を置くべきですね、えー、逆にそうしないと、えー、この なかなか平和つてだいぶ、えー、だいぶでそのものの時代にはその周辺国と仲良くした時期もありましたけどまあ歴史はですね、えー、今回なかなかそういう複雑な歴史ですけどそういうことを思わされますね。えーえー、一斉にこの アラブ、えーまあ、パレスチナ、それぞれの国々において、えー、いろんな不満を、国内のいろんな不満を、コロナ、また国内の経済的ないろんな不満を、えー、全部、イスラエル、アメリカが終わるというそういうい、えー、論評で、そういう、煽っていますね、えーまあ、客観的に、えー、この最初、今回は、本当にハマスが、その、あ まあ、イスラエルとサウジアラビアが近くなるということで自分たちが大きいボルジーになるということで、えー、この襲撃してまだ人質を取っていますね。完全に、えー、テロ集団ですね。人質犯罪集団ですね。人質を取るなんて最も動乱、うん、ですね。国家が国家じゃないですね。本当に武装集団ですね。そういういことで、な、えー、なかなかまだ、 話せま,すまた、北はまたヒズボラが参戦するとか、イスラムにとってはその建国以来の、まあ、非常事態宣言ですね、えー、北とガザーの,そのおーですけど、こ,このシラエに平和ですね、えー、なかなか、えー、難しい、えー、解決ですけど、いろいろとそういう誤報私自身もまた、えー、客観的ですね、えー、見るべきです、この思い出されますけど、ご法そういういろいろな、えー、情報から、特に情熱を受 司さんまた、JF さん、いろいろ航空万能さん、いろいろなあ情報をまた吟味して配置して、まだまだあプットイン,インして、プットアウトできませんけど、えー、イスラエルにシャロームですね。まあパレスチナにもシャロームですね。はい、えーまあ、パレスこのような感じで、えー、まあ、このハマス、武装会場、まあ、トンネルはあもうそういう。う はい、解体すべきです、ねはいえー、マスートでした、マサートの1分間に一分間くださ次回の1分間においてください。マサートの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンともよろしくお願い,いします。えー、マサートでした、仕上げネスパシセンブルジュー、シャロム、シャロム、シャロム。